い、それではですね、6月の今日は11日金曜日になります。6月11日の、応用数学への授業を始めたいと思います。はい、すでにですね、皆さんにはこのホワイトボード写真撮ったやつを、はい、ホワイトボードの写真撮ったやつを、皆さんには、メールで、つい先ほど、メール添付で皆さんに送りましたので、そちらの方で、見ながらでも聞いてください。で、これにさらに書き加えていきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。ですね、それで、まず、今日の、授業は、教科書のどこからやるかというと、ここ一緒と。はい。教科書の70ページから始めたいと思います。で、70ページから79ページまでを主に説明していきます。もう一回言います。教科書の70ページから79ページまでを説明していきます。はい。で、だからここに書いておいていいですね。教科書の70から79ページまでを、一気に説明していきたいと思います。はい。第3章です。で、その前に、まず、皆さんが高校の数3で教わった、実数値関数、一変数の実数値関数の重要な性質と、それから、平面上の曲線、いわゆる、これも数3の教科書に、書いてあった話から、出発していくんですが、高校の数3の一番最初の章に、平面上のですね、平面上の曲線の話があったと思います。そうですね、平面上の曲線と称して、二次曲線という話と、それから媒介変数表示、もう一回言いますね。二次曲線の話と、それから媒介変数表示という話をですね、高校の数3の教科書の第1章のところで教わって、その後、複素平面の話を教わったと思います。はい。ということで、ここら辺のところが、皆さん、今日の話の出発点となります。もう一回言います。高校の数3で教わった、平面上の曲線の中の、特に、媒介変数表示。ここのあたりの話と、それからあと、積分の話の、積分の話です。はい。で、積分は皆さん、高校の、数3で積分をやったときに、最初に定積分のですね、定義っていうのをやってるんですね。で、高校の数3ですでにこれやっていて、高校の数3の教科書には、標準的な数3の教科書の本文の中に書いてあるんですが、積分というのは、これは、区分級積法っていう、積分区間をある一定の、一定の、距離の区間に分けて、そして短冊を作って、その短冊を、その自分自身の曲線の下側に全部来るような、短冊をいっぱい作って、それの輪と、その短冊の上の辺が全部その曲線より上に来るように短冊を作って全部足し合わせますと。で、それで、その、短冊の、幅を、無限に、縮小していく。ね。無限に小さく幅をしていったときに、その時に下側の、必ず下側に短冊を取りますよって言って輪を取ったやつと、上側に短冊を取りますよって言って輪を取ったやつ、この二つが、いわゆる上積分と下積分、上積分と下積分って書くんですね。この二つが、無限に小さく短冊の、距離、区間、細分っていうんですが、この細分を小さくしていったときに、上積分と下積分が一致する。で、その時に、これを、定積分が有限確定すると言って、そして、これを積分可能というふうに定義しますよって話が、標準的な数3の教科書の積分の最初のところに、数3の定積分の最初のところに書いてあります。タイトルは多分、定積分と区分級積法っていうような、そんなタイトルで書いてあったと思います。
で、その話をもう一回、大学の1年生の時の、解析の B あたりで、解析の A か。解析の A で、もう一回、イプシロンデルタ論法をかました上で、その前にきちんと関数と極限のところをですね、もう一回、イプシロンデルタ論法なんかも、かました上で、教わると。いうようなシナリオになって、解析 A で皆さん苦しん、やったような、やらなかったようなって苦しんでくるわけですね。はい。で、高校の数3の時で、まず、区間 AB で連続な1変数、実数値関数は、その区間で積分可能である。つまり、定積分が有限確定するということです。はい。これは、高校の数3の教科書の定積分の一番最初のところに、上積分、下積分を区分給積法で定義するあたりの、最後のあたりにこのことが書いてありますので、皆さん高校の数3の教科書まだ残っていたらそこでちょっと確認してみてください。もちろん解析 A でも教わります。で、もう一つは、この1変数実数値関数なんですが、ここで書きませんが、ここではちゃんとは書きませんが、1変数実数値関数が有限の区間において、有解ならば、つまり発散していなければ、その区間の中に必ず最大値と最小値があります。いいですか？もう一回言います。有限の平区間ですよ。両端も含めて区間に入っている平区間。有限の区間、平区間、括弧でこれですね。有限の区間の中で、その関数そのものが発散してないという意味で、有解であれば、その場合にはその区間の中に必ず最大値と最小値が存在するということになります。これも、高校の数1から数3の間のどこかで一度は、聞いた話だと思います。はい。この2つがこれから先の複素積分とかなんかをやっていく上で、重要な性質になるので、そこの部分をもう一度解析 A や、それから高校の数3の教科書などで、確認してみてください。はい。ということです。そしてもう一つ、平面上の曲線。はい。これですね、教科書のですね、おおむねどこに書いてあるかっていうと、よっこいしょと。教科書の71ページから72ページにかけて書いてあります。教科書の71から72ページにかけてこれ書いてあります。はい。何が書いてあるかっていうと、まず曲線には、平面上の曲線には、開曲線と閉曲線があるということです。いいですか？開曲線と閉曲線があります。開曲線っていうのは始点と終点が、始点と終点が異なります。閉曲線は始点と終点が一致してるやつです。簡単に言うと。で、こういうやつですね。ここに書いた平曲線と開曲線と平曲線、それぞれ例を書きました。いっぱい書きました。で、その中で単一曲線ってあります。で、単一曲線っていうのは、こういうふうに下側、ここで線引きました。この下側です。途中にとぐろがないやつです。上はこうとぐろ巻いてますね。こういうふうに。こういうのは、単一曲線と言わないんです。で、とぐろ巻いてないやつのことを単一曲線っていうので、単一曲線で開曲線のやつを単一開曲線って言って、単一曲線で閉曲線のやつを単一閉曲線って言います。で、この辺のところは教科書にもっときちんとこういうですね、大雑把なですね、雑な説明ではなくて、ここではまず雑に説明しましたが、雑な説明ではなくて、教科書にきちんとこれ書いてありますから、71ページ、72ページを見てみてください。で、これで数学的な説明がですね、不満足な人は、消化法でですね、曲線の、微分幾何とかいうですね、ピュアマスの人たちが、多分3セメあたりで、なんていうか、3セメあたりで標準的に使われる教科書で、曲線と、微分幾何って話、教わるんですよ。で、そこで使うのは小林さんっていう人のですね、消化法から出ている本があります。あれが非常に有名です。はい。ということで、一応、平面上の曲線ってこういう分類ができて、これから先は単一開曲線と単一閉曲線っていう言葉が非常に重要になる。
で、ポイントはどちらも、トグロを巻いてない開局線と、トグロを巻いてない平曲線なんだということです。はい。そしてもう一つ。単一平曲線の場合には、その平曲線によって、空間が内部と外部に分けられます。はい。空間が内部と外部に分けられるんだということを、これ認識してください。ね。単一平曲線によって空間が、平面が、空間じゃないですね。単一平曲線によって平面が内部と外部の領域に分けられるということです。よろしいですね。で、そしてあともう一つ。今度3番目。単一平曲線っていうのには、この単一平曲線っていうのには、向きがついてます。向きがついてます。で、この向きの向きは特にこだわらなければ、断らなければ、何か言わなければ、反時計回りについていると思ってください。反時計回り。で、反時計回りのことを、平面上の曲線の中では、正の向きというふうに言ってます。逆に言うと、時計回りのことを負の向きというような言葉を使って表します。単一平曲線には向きがついているということです。はい。それから、単一開曲線。これに対して、まあ、開局線に対しては、始点と終点があるということ。で、これも、平面上の曲線で媒介変数表示をやるときに、始点と終点がありますよっていうことも媒介変数表示の中で、高校で教わったと思います。で、多分媒介変数表示、皆さん一番、なんていうか、苦しんだのはどこら辺かっていうと、多分サイクロイドとかアステロイドとかいろんなヘンテゴリーなやつが出てくるんですよね。うん。あと、リーサージ曲線とかね。あと、アルキメデスの渦巻き線とかね。いろいろ、カージオイドとかね。いろいろ出てくるんですよね。高校の時にね。媒介変数表示やるときにね。で、まあ、特に有名なのが、サイクロイドとアステロイドですかね。はい。というようなわけでございます。一応、ここまで。それで、向き、反時計回りですよっていうこと。そして、あと、4番目。これは、教科書で、第一章のところの複素関数の、第二章の複素関数のところの最初の方で一度触れましたが、領域というのは基本的には開局線であるということと、弧状連結性っていうのがあるんだということ。で、弧状連結性については、教科書では45ページのところに僕書いといたんですが、45ページ。ね。D 内の2の2点を D に属する折れ線で結ぶことができる。折れ線で結ぶことができる。で、折れ線はすべて D に属さなきゃいけない。これが弧状連結線ってやつです。で、とにかく領域というのは回収用っていうのが重要ですね。で、だから要するに境界含まずだね。で、そしてその領域に境界を付け加えたものを平領域と言いますよ。そしてあと、有界平領域。これも、解析絵なんかでよく出てくるんですが、一応言っておくと、偏微分を教わる前あたりのところで出てくるはずです。有界平領域っていうのは平領域なんだけど、ある有限の半径を持つ円で、この有界平領域を完全に内部に覆うことができる。そういう時に有界平領域って言います。要するに無限に広がってないってことです。簡単に言えば無限に広がってない平領域ってことです。で、最後になりますが、これね、7番目、単連結領域という言葉があります。単連結領域はこれ教科書の80ページに書いてあります。で、きちんとした、定義は、80ページに書いてありますが、ここでは雑に説明します。雑に説明すると、領域 D に穴ぼこが開いてない。穴ってこれでいいんですよね。穴。穴ってこれでいいんですよね。これでしたっけ？まぁ、ちょっと、なんていうか、に、穴が開いてない。これでいいですね。穴が開いてない。どういうことかというと、例えばですね、空間で言うとこれ、コーヒーカップ。これはですね、単連結領域ではないんです。これ単連結領域ではないんです。なぜかというと、取っ手のところに穴ぼこが開いてますね、これ。ね。穴が開いてる。だからこういうのはですね、単連結領域って言わないんです。よろしいですか？よろしいですね。じゃ、単連結領域って、どんなものがあるかっていうと、例えば、このお皿。こいつは、このお皿。こいつは、お皿の中に穴開いてませんね。
なので、こういうのは、基本的に、単連結領域って言うんです。はい。で、それからですね、それから、はい。君はどっちだろうね。穴置いてたっけ？で、例えば、こいつ。これ。この人。この人。これ単連結流儀じゃないんです。どうしてか。実はこの人穴開いてるんです。見てください。ここ。ここのですね、この腕がですね、くっついてるんですね。この間のところにですね、穴ぼく開いてます。はい。これ。だから、こいつは単連結流儀じゃないんです。はい。で、単連結流儀かどうかっては大変重要な性質で、でもう一つ言いましょうか。例えば、ローマから買ってきたこれパンテオンって有名な、なんだっけ。古代ローマ帝国の時代から、ローマ、今の、ローマの中で、古代ローマ帝国で作られた、建物、建造物の中で唯一完全に今でも残っているやつ。2000年ほど前からずっと残っている有名な建物で、パンテオンって言って、これ有名なんですよ。例のミケランジェロがね、これを、この建物を見てね、これは神様が作った、建物だって言っていて、これ実はこの建物のですね、これ、屋根が丸くなってますね。この中に完全な球体がですね、中に入るらしいです。で、そういう設計になっていて、それを古代ローマ帝国で作られた。で、今でもこれこのまんま、多分トレビの泉とか、ナボーナ広場の近くにあります。はい。で、これ、実は、硬質のプラスチックで作られてるんですが、中に穴開いてませんので、これは単連結領域です。はい。というわけです。で、そういう風にやって空間を分類するのが、これが、位相幾何学とかいう学問なんですが、で、単連結領域。穴ぼくが開いてないってやつです。はい。で、それで、その上で、これから、連続曲線っていうやつを XY 平面上と複素平面上の平面が2つありますね。平面上。はい。の連続曲線。それぞれについて、君、だんだん本当に暑苦しくなってきたね。うん、もうちょっとしたらとこへ行こうね。はい。これ、時々出ます。これ、うちの犬でコルコって言います。女の子です。はい。はい。では、はい、その辺皆さん。はい。ということで、これから、XY 平面上、こっちの方は、高校で教わった範囲内、高校でやった、高校の数算の、第一章でやるあたり。で、複素平面、こっちもやりますね。高校では、複素数平面って言ってますが、複素数平面の、での話。で、単に X を実軸、Y を虚軸に置き換えると、この二つは重なるように曲線とか書いてあります。で、その中で XY 平面上の曲線考えるときに、始点と終点をこういうふうに考えるんですね。こっち側も始点と終点を考えましょう。というようなことで、そして、ここに書いてある Φ と Ψ っていうのは、どちらもこれ T っていうですね、媒介変数による一変数関数の表現で、A から B っていう間で連続な実数値関数というふうに考えています。連続な実数値関数。そして、その時に、連続曲線 C というのは、これ、カッコの閉じがないですね。はい、ここに閉じと。で、C というのは、XY というこの縦ベクトルで書きますが、これが、ファイカッコ X、プサイカッコ、X や、T や。こういう表現で表されて、で、t は a 以上を b 以下となって、a が始点で b が終点になるというふうに取るわけです。これが xy 平面上のお話です。で、もって c が z イコール x プラス iy、イコールファイt プラス i のプサイの t というふうにして、そして、t は a 以上 b 以下というふうにすると、これが、複素平面上の連続曲線の
表現になってくるわけです。はい。ということでです。で、ファイと、ファイとプサイはどちらも一変数の連続な実数値関数となります。これで媒介変数表示の括弧になります。で、どちらについても、どちらについても、どちらについても、C1級っていうのは解析の A で教わる言葉の定義なので、ここでは口で言います。口頭で言います。これは T の関数として1回微分したやつが連続であるときに C1 クラスの関数と言います。はい。C1 クラスの関数っていうのは T で1回微分したときに、1回微分したときに連続であるときに C1 クラス。で、このときに、で、しかも、これが決してゼロにならない。時に、これを滑らかな曲線と言います。つまり、T を動かしても、曲線の君うるさいよ。T を動かしても曲線の動きがですね、一点にとどまらないという条件が必要なんです。もう一つ。はい。で、こちらですと、今度は、ファイ T と、プサイ T が、C1 級であるということと、それからこれですね。この二つの条件があるときに、これは C を滑らかな曲線と言います。で、C1 と C2 が滑らか。な曲線で、しかも C1 の終点とイコール C2 の始点で、それぞれの終わりと始まりが重なっているときに、このときに C1 たす C2 のことを、これを区分的に滑らかな曲線と言います。こちらも同じです。
こんな風に言います。はい。で、これで曲線についての話が、一段落するんですが、あともう一つ、C の長さ。この区分的に滑らかな曲線に対して C の長さ。っていうのをどういうふうに表すかっていうと、こんな風に表します。はい。なのでこれそのまんま書くと、こうなるわけです。はい。で、こっち側は今度は行って、こっちは となるので、こっちも同じように ということで、曲線の長さが表されるわけです。で、こちらもこちらも高校の数算で複素数平面と、それから、平面上の二次曲線の、曲線の話の時に、ここまでやってきてると思います。これが、まずは、大前提となります。あ、ちなみにですね、これ、これは、というふうに、この微分は複素数で1変数関数の実部と虚部が1変数関数になっているやつの、その媒介変数による、微分はこんなふうに実部と虚部別々に微分して i をくっつけて足し算してくださいということが書いてあります。はい。
ということで、まず、ここまでで一回切りたいと思います。これが、複数積分を定義する上での全ての大前提となります。はい。っていうことです。まず、ここまでで一回切りたいと思います。はい。それではですね、複素積分いよいよ定義に入ります。で、まあ、ここまでで一応平面上の曲線の話と複素平面での話の対応をつけながら曲線っていうものをどうやって倍間変数表示で表していくかっていうこと、それがとっても大事だよっていう話をしました。で、一番最初に書いた通り、とにかく、連続な一変数関数、で、有限区間で定積分考えたら、それは積分可能であるということ、これが全ての大前提です。はい。で、その上で、この上のところ消します。で、その上でですね、その上で、この丸1ってちょっと消して。というふうに、そうか。よっこいしょちょっとこれ、こんなことやってるとどんどん時間なくなっていくんですが、はい、これで、WXY っていうのは、これは二変数の実数値の連続関数としておきます。で、今度は F カッコ Z。これは複素関数です。で、これは実部を U カッコ X コンマ Y として、虚部を V カッコ X コンマ Y としておきます。はい。で、これに対して、これに対して、この滑らかな曲線 C 上で、
こういうふうに、定義したやつと、それから、こんな風に定義した、この2つの積分を、まず XY 平面上で考えます。で、こいつのことを、これのことをそれぞれ、こんなふうに言います。正積分というふうに言います。はい。これ、滑らかな曲線 C に対してこれをまず定義します。そしてそれに対してあとは、区分的に滑らかだったらこんな風に定義しています。はい。で、y に対してもこれと同じような形になります。で、これが正積分っていう平面 xy 平面上での正積分と言われている考え方です。で、これに対して今度複素平面ではどういう風に定義するかっていうと。これが、C というやっぱり滑らかな曲線に対する話なんですが、これはどう定義するかっていうと、今度は A から B まで、というふうな形で定義しています。はい。で、先ほど言った通り、この、実部と虚部があって、媒介変数 t で、投資で与えられている場合には、こういうふうに、微分がこう表されるんですが、積分も同じように表されます。はい。ということで、これで、表していくということになります。で、これ、上の式を使って書くと、どうなるかというと、こいつは、こんな風に書き表されます。はい。で、あとは、これを実部と虚部に分けて、書き下していくと、基本的にはこういう複素積分が、これで定義できるということになります。どちらの場合も、
ファイとプサイは AB で連続な実数値関数として、しかも C は滑らかな曲線と。で、滑らかな曲線で、あとは C1 と C2 の区分的に滑らかな曲線に対しては、というような形で、書くことができるということになります。書くことができるという、滑らかな曲線に対してこれで定義しておいて、そしてあとは、区分的に滑らかな曲線に対しては、こういうふうに、滑らかな曲線のそれぞれに対して積分して、後で足し算をしなさいということになります。はい。ということです。まず、ここまで。あ、そしてその上でもう一つ。実は複素関数に関しては、もう一個、実は、定義しておかなきゃいけないものがあって、それはですね、誇張による積分という、もう一つ新しい概念が出てきます。はい。これは何かというと、こんな風に、ここのところに絶対値をつけるんです。はい。で、これのことを何と言ってるかっていうと、誇張による積分って言います。で、こちらが複素積分になります。の定義です。はい。ということになります。で、以上要するに、平面上の曲線と複素数平面での、積分っていうのは、こんな風に正積分に対して複素積分っていうのが、対応する形で出てくるということになります。で、正積分は、ベクトル解析で多分出て、電磁気学である、ベクトル解析で出てくると思いますので、そちらの方で、この知識が、元になって、これ実はこの後もうちょっと本当は正積分の話あるんですが、こちらは、これ、普通に二変数実数値連続関数に対して定義しましたが、ここから、スカラー場の正積分と、ベクトル場の正積分ってこの2種類が出てきます。もう一回言います。スカラー場の、正積分と、それから、ベクトル場の正積分って2つ出てきます。そして、もう一つは、そのスカラー場の面積分と、ベクトル場の面積分というのが出てきて、この2種類の面積分と正積分を使って、電磁気学でベクトル解析を多分4攻めでやると思うんですが、その中では、そこからガウスの発散定理と、ストークスの定理と、それからグリーンの定理ってやつが出てくるはずです。はい。で、正積分に関してはここまでにして、あとは複素積分に対しての例をちょっと、やってお見せすることにします。ですね、あと20分ちょっとしかないんですが、2つほど例題をやってお見せして、それで今日の授業を終わりにします。1分休憩します。はい、すいません。それではですね、あと20分ぐらいになりましたので、この話、そろそろ締めたいと思います。
それで、基本的には、まずこちら側の、二平数関数、XY 平面での話の方を消して、ここで、まず簡単な例題からやっていきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。よっこらしょ。はい。で、これは、課題に出した問題の一つです。問いの 3.1 でやっていきたいと思います。多分これ課題に出した問題の一つだと思います。で、滑らかな曲線 C としては何やるかっていうと、Z イコール1プラス i、カッコの t で、t は、この領域ですね。はい。ということになります。で、具体的に絵を描きますとどうなるかっていうと、ペンも、かすれてきましたね。随分やってきたというのはよくわかります。で、0を始点として、1プラス i を終点として、それで、こういう風に向かう。で、t イコール、必ずこれ、こっちが始点で、に取る、始点にしなきゃいけないです。はい。ということになります。C はこれに沿った積分です。で、その時のまず複素積分から、その時にこれは何を計算しろと言ってるかっていうと、Z の二乗を複素積分しなさいって言ってるんですね。これが問い 3.1 の問題です。で、そうするとこれはどうなるかっていうと、ちょっとこれだと間違いなく場所がなくなるので、こう書きますが、0から1までで、まずは、1たす i、カッコの t、カッコの二乗が来て、そしてここに、この c の中身を、t で微分して dt っていう、こういう形になります。はい。で、これ実際に、積分を実行します。0から1までで、後ろ側を微分して、そして実行します。そうすると、1プラス i が全部外に出ます。そしてここは0から1までで、これ t で微分するとなくなりますから、t2 乗だけが残ります。はい。そうすると、これで、3分の 1t3 乗で01なので、はい、これで1プラス i、括弧の3乗かける3分の1っていうような答えになります。これが、まず複素積分です。次、誇張二層積分の話をします。今度は d 次乗で、ここは絶対値の変化の絶対値つけるんですね。で、この場合どうなるかっていうと、これは今度は、の、こっちもちゃんと括弧もう一つつけておきますかね。で、これの絶対値 dt なので、で、これはどうなるかっていうと、ここの部分は、1プラス i、括弧の絶対値なので、ルート2になりますから、はい。なので、これはどうなるかっていうと、イコール、
このルート2がまず外に出て、かける1プラス i カッコの2乗が出てきて、あとは0から1までの、t の2乗 dt になるので、したがってこれは、ルート2かける1プラス i カッコの2乗かける3分の1っていう形になって計算が出てくるということになります。はい。で、ちなみに、これは自分でやってみてほしいんですが、これ C を逆にしたやつの積分。で、ちょっと注意しておきます。で、今度は、赤で書きます。こういうふうに全く同じ線で向きが逆なやつのことをマイナス C というふうに書きます。で、これ、きちんとした話はどこに書いてあるかっていうと、これは教科書のどこを見てほしいかというと、3.4 式を参照してください。詳しいことはこの逆向き、同じ線上で、媒介変数逆向きに取る場合の、書き方は、取り方は 3.4 式参照してください。で、この場合どうなるかっていうと、こちらの表現で1を始点で0を終点としちゃダメですからね。絶対ダメです。それをやると、1を始点にして0を終点にすると多分ですね、積分の値がプラスマイナス逆転して出てきます。はい。それはダメです。で、向きを逆にした場合の書き方は、これは 3.4 式は具体的になぜそうなるかは 3.4 式を見てほしいんですが、とにかく t イコール0を始点として t イコール1を終点とするようになるようにうまく媒介変数表示を書き直してやらなきゃいけなくて、この場合にはこうなります。こういうふうに書いた上で、これ 3.4 式を参照してください。その上で、これを計算してやることになります。はい。なので、これはどうなるかっていうと、ちょっと場所がないので、はい、これで0から1まで。これで t イコール0が始点で、t イコール1が終点で、こうなってるはずです。はい。よろしいですね。それで、これはどうするかっていうと、というふうになって、あとは同じように計算すればいいです。そうすると、これでどうなるかっていうと、答えがちゃんとこれで、3乗で、というふうに出てくるはずです。はい。ので、自分でやってみてください。はい。これは自分でやってみてください。はい。で、それで、先ほどここに書いておいた、中で、ちょっと補足をしておきます。はい。この下の部分はもういらないので、ちょっと一回消します。で、複素積分の中で重要な公式をいくつか書いておきます。同じ曲線で向きが逆な場合、これは、マイナス、こうなります。はい。これ、重要な公式の一つですので、これどこに書いてあるかっていうと、これは 3.11 式に書いてあります。それから、
誇張による積分。で、非積分関数が1の場合の誇張による積分は、これはちょうど C の長さになります。で、これはどこに書いてあるかっていうと、3.13 式に書いてあります。で、あともう一つ、複素積分に対して、これの絶対値。これ、必ず、0以上であることは間違いないんですよね。絶対値ですからね。で、これのアッパーバウンドを出す不等式があります。で、これが、誇張に沿う積分を使って、こんな風に与えられます。で、これは 3.14 式に、書いてありまして、これ、証明も書いてありますので、そちらで確認してください。で、これなんですが、これは、実は、第4章で、ジョルダンの、補助定理で使えます。ということなので、この不等式、これ一応ジョルダンの不等、それから例の 4.21 でも場合によっては使えます。ので、この最後のところの、この、3つの式、それ以外にもいくつか、重要な性質は教科書に、まとめて書いておきましたが、一応それらを、確認しておいてください。で、あと8分ありますので、この後ちょっとできるかどうかわかりませんが、もう一つだけ例題をやります。はい。1分また休憩します。はい。応用数学へですね、授業の中で時間がなくて、切れなかった部分を、これから、お話ししたいと思います。収録という形でお話ししたいと思います。はい。例の 3.3 です。78ページ。ただし、アルファイコール0の、時だけ、説明したいと思います。ポイントは 3.27 式で N は整数です。N は整数です。で、積分路としては、こういう風に、半径が R で、半時計回りに回る円周です。で、これちょっと言葉で書きます。Z イコール0を中心として、半径、R の円周上を 2π だけ反時計回りに回る積分です。ということになります。で、その上で、何を考えるかっていうと、この積分を考えるということになります。で、この積分は、表示の仕方として、Z の絶対値が R という、要するに、こういう円の上を、積分しますよっていうことで、こういうふうな書き方をする場合もあります。で、この時、この積分のですが、特に断らなければ反時計回りです。の向きがついていると。この表示にしたときはですね。はい。ということです。
で、それで、これ、媒介変数表示で考えると、こういう形になるんです。で、これは、というふうになりますので、はい。これ、シーターで微分するとこうなりますので、従いまして、こいつはどうなるかっていうと、R の、あ、すいません。ここマイナス N 乗ですね。間違えました。マイナス N 乗でした。はい。で、という形に書き下されます。はい。で、これ、あとは、オイラーの公式を使って、こんな風な形になります。はい。で、それで、これが0でないときには、となって、
というふうになります。はい。これ、途中の計算で、sin の 2nπ っていうのは0です。sin の0っていうのは0です。はい、これも0です。それからこちら側は、これは1です。こちらもこれは1です。ということで、全部0になります。なので、ここから、っていうのが出てくるわけです。で、次なんですが、これが一つ目です。で、二つ目。今度は n-1 が0の時ですね。この場合はどうなるかっていうと、これですね。で、n-1 が0なので、cos の0は1ですから、こうなります。そしてもう一つ。sin の中は n-1 が0になれば0になっちゃいますので、0を積分するだけなので0です。というわけで、この場合どうなるかっていうと、で、ここで、もう一箇所間違ってました。ごめんなさい。ここ、マイナス、n+1 乗ですね。ここ違ってました。すいません。なんか変だなと思って。はい。ここ、-n+1 乗です。なので、これは、答えは、n が1の時っていうのは、ここも消えますので、結局、2π×i×2π というふうになるんです。という形になるわけです。はい。というわけです。これで一応、答えが、こちらもきちんと書いておきますかね。これは、上の場合には、これは、i×r-n+1乗×0+i0 で、イコール0となると。で、こっちの場合には、n が1の場合です。i×1×2π+i×0 となって、なので答えは i×2π となるわけです。はい。ということで、この2つから何が得られるかっていうと、ここは、で、この2つをまとめると結果的に i イコール というような形になるわけです。で、デルタはクロネッカーのデルタです。これは、クロネッカーのデルタということになるわけです。で、これを、z を z-α に変換、置換積分しますと、教科書の 3.27 式が出てくるということになります。で、この例題で、で、ここのところにちょっと書いていたんですが、ですね、これの注意点ですが、ここにちょっと書いてきました。まず第一に、n が1の時、なぜ値が残ったかっていうことの理由ですが、これは実数値積分 x 実数値積分で不定積分 x 分の1不定、n イコール1の時っていうのは z 分の1ですよね、これ。z
分の1です。はい。z 分の1。z 分の1の積分なので、で、そう思って、実数値の時の積分、x 分の1の不定積分を考えると、log x になりますね。はい。で、そこで、この結果を思い出しつつ、じゃあ、log z ってどうだったかっていうと、これは、こんな風に書けるわけです。ここに変革、z の変革が出てきて、そいつは z の変革っていうのは、2mπ だけの不定性があります。2mπ だけの不定性があります。このことが非常に大きなポイントで、2mπ だけの不定性があって、で、何が起こるかっていうと、今、原点の周りをくるっと回ってんですよ。原点の周りをくるっと一周回ってんです。で、最初に、z イコール r にある時の変革を0度だとしておきます。0度だとしておきます。そしてそこからですね、2π だけぐるっと回ると、この z イコール r の変革は、0じゃなくて 2π になってます。一周回りましたからね。これで変革は 2π になってるんです。はい。で、z の値自身は違わないんですが、ログ z の値は、i かける変革っていうところがあるので、それで 2π だけ増えるんです。で、もう一周すると 4π だけ増えます。逆に回れば 2π 減ります。はい。というわけなので、そのために、この演習場ぐるっと回って同じ点に戻ってきたのに、要するに、ログ z の変革の分だけのズレが出てくるんです。これが値に影響しているという、n- イコール0、つまり n イコール1の時に i かける 2π という値が出てくることの起源になっているということです。で、ちなみに n が、1以外の時、で、x の n 乗の不定積分っていうのは、これ違ってますね。n がマイナス、要するに、x の n 乗の不定積分っていうのは、普通は n 足す、要するに、この場合には、x のマイナス1乗以外の、場合は、こういう風な形になりますね。なので、この場合というのは、ログは出てこないので、なので、一周した時に値が同じ値に戻ってるということと、ここで0になってるということが関係してるということになります。この積分は非常に奥が深い積分なので、皆さん一度はきちんと理解していただくというふうにお願いいたします。それでは、例の 3.3 教科書78ページの解説はここまでにしておきたいと思います。